短く。違いますね。不思議な、なんか歪んでるけど丸い、うんね、不思議な音だった。ちょっと歪ましたぐらいは綺麗だよね。うん、綺麗だね。空とと合ってるす、うんうん。それ弾いてみ。あ、いいよ。ちょっとこれも結構改造しちゃってるからな。50万の。うん、50万。さあ。さあ。あ、でもなんか芯が違うような感じが。うん、つける。アームつけたくなっちゃうな。うん、やっぱこれ比べるとやっぱ違うね。うん、もちろんだけど。うん、なんかでもあんまりすごい低音はずっしりしてない気がするかな。なんとなく。なるほどね。うん、軽やかで、ね。軽やかな感じがするな、うん。これ純正なの？純正。サーノ。サーノ純正のピックアップです。でもこのピックガードってことはスティービー・レイ・ボーンなのかな。いやーでもなんかそんな雰囲気は出てる気がするけど、別にスティービー・レイ・ボーンの名前はまあモデル名に入ってなかったね。なんかこれ特筆すべき点はどういうところなの。全体的なクオリティの高さなのかな。特筆すべき点は、うん、まあなんかその改造、うん、改造前だったのかな。でもなんかやっぱそのサーってもともとその、うん、コンプレッションかかったようなすごいパキッとしたというか、うん、音が特徴で結構、うん、そのレコーディングとか、うん、そのなんだろうサポート仕事的なのに使いやすいっていうやつだったんだけれども、うん、そのリーガルプレイスさんっていう、うん、そのリペアショップで、うん、ちょっとあのダイナミックスの幅をめちゃめちゃ広げてもらえますかみたいな感じで、うん、モディファイしちゃったんでそこは消えちゃってるんだよね。ここの部分消えたの。まあ電速、まあもうハンダも取り替えてもらって、うん、あとコンデンサーも変えてもらって、うん、そのレンジも広くなったし、うん、そのダイナミクスも広がったのかな、うんうん、だから結構、うん、
レンジは広いけれども、ちょっとそのサーっぽくなく、その、うん、なんだろう。まあ、オーソドックスな、まあ、フェンダーじゃないけれども、うん、そっち寄りの音には近づいたって、ちょっとなんか、中途半端な位置には今なっているかなって。ああ、そうなんだ。うん。でもいじったのはここの中だけ？あとまあでも、で多分ネック周りもいろいろ調整してもらって。打ち替えたりしたの？打ち替えてはいないかな。まあ、削ってはもらったから、もうステンレスだけど、ちょっと減ってた部分だったから、変えてもらっ、うん、あ、変えてっていうか、あの、すり合わせしてもらったかな。ステンレスで削れるって相当引き込んだね。ステンレスでもそう。うん、なんか12フレットあたりが、チョーキングしてたあたりが、削れちゃったんで。確かにフィット感すごいよね、この丸みとか、うん、そう、なんか多分ね、そこちょっと削ってもらってる気がするんだよね、うん、なんか別に頼んでないんだけど、うん、あのそのあれなんだっけ、そのなんかフルコースみたいなのがあって、うん、それでやってもらったらもう全部セットアップしてもらって、うん、すごいフィット感、そうフィット感すごい、なんか弾きやすくなった、ね、うん、さーってちょっともうちょっと角張ってた気がするんだよね、うんうん、このネックがやっぱいいっていうよね、さあ、うん、でうわーってくるもんアームがない。さて、もう一回じゃあちょっと3万円の東海。あ、やっぱあれが違うね。輪郭とか。7万円の違い。もう一本あんだよな、ストラト。何あんの？バンザント。ヒティ？バンザント。ヒティ？ああ、ヒティ、ああ、ヒティ、ヒティ。うん、ああ、東海チックな。そう、バンザントピックアップ。ブルースかな？いや、それはね、トゥルーヴィンテージだったかな。ローズだもんね、これね。うん、ローズ。ちょっと違うね。
いていい？どうぞどうぞ。あ、違うわな。それ当たり前だわな。ああ、そうそうそう。ストーンっていくね。そう、なんかやっぱ飛ぶというか、うんうん、輪郭がはっきりしている感じがし、うん、うん、あるかな。こっち2本は、うん、ワヤンって。そうそうそう。まあでもなんかその、うん、なんていうか、こう、その中点をまとっている感じがなんかまた、うん、まあね、気持ちいい、気持ちいい感じ。これはこれでなんか、うん、暴れん坊みたいな感じだけど、これはもうこう、スンっていくね。あ、スンっていく。うん、しっかりしてる感じするな、うん、日本製というか。Thank you.